こんにちは。今回はひどすぎる戦国時代の悲惨な籠城戦五選をご紹介します。このチャンネルでは歴史上で活躍した人物について詳しく解説をしています。紹介をしてほしい人物やこのランキングを教えてほしいなどありましたら、ぜひコメントにて教えてください。1. 長島一向一揆。織田信長と伊勢長島を中心とした浄土真宗の一向一揆は非常に激しいものでした。尾張愛知県の近くに位置する長島は信長の生まれ故郷でありながら、石山本願寺と並んで一向一揆の拠点となりました。信長は2度にわたって大軍を派遣しましたが、一揆勢からの激しい反撃に遭い撤退せざるを得ませんでした。長島には多くの川が流れ込んでおり、島が点在していたため織田軍は進軍が困難でした。最終的に信長は一揆を根絶するために10万人以上の大軍を動員しました。陸と海から織田軍の総攻撃が始まりました。水軍の大将である久木義隆は海から一揆勢の砦を攻略していきました。一揆勢は城を失い、残りの5つの城に逃げ込みました。しかし信長は追撃を緩めず、大鳥居城では逃亡を試みる一揆勢を虐殺し、兵糧攻めを行っていた長島城では餓死者が相次ぎました。また柳ヶ島と中江の2つの城は逃げられないように柵で囲まれ放火されました。城内にいた城兵やその家族を含む2万人以上が焼き死したと伝えられています。 2. 三木の星殺し。豊臣秀吉が織田信長の家臣だった頃、別所長治は織田家の味方でしたが、後に秀吉との不和が生じ、毛利家と結んで信長に対して反旗を翻しました。三木城は播磨兵庫県でも最大級の城であり、周辺の城も長治についてしまいました。秀吉は大軍で城を攻略することが難しいと判断し、包囲戦の作戦を展開しました。まず、三木城を取り囲む城を築き、補給ルートを遮断しました。さらに、三木城の市場に軍を派遣して次と攻略していきました。これにより、補給ルートは完全に遮断され、三木城は孤立した状態となりました。別所長治は毛利家に援軍を要請しましたが、織田家に仕えていた宇喜多直家に拒否され、援軍を得ることができませんでした。三木城では補給が断たれ、兵士たちは食料不足に苦しんでおり、餓死者が多数出ました。2年にわたる籠城戦の末、長治は城兵の命と引き換えに降伏し、自害しました。しかし、開城と同時に豊臣軍は紛れて城兵を次と殺害したと伝えられています。3. 鳥取城上殺し。豊臣秀吉は鳥取城でも過酷な籠城戦を行いました。鳥取城の城主である山名豊国は秀吉に従おうとすると、家臣たちに追い出されました。そこで、鳥取城の家臣たちは毛利家の吉川常家を新たな城主として迎えました。京家は城主になると、城内の食料供給を確認しましたが、米の不足に気づきました。しかしながら、近隣の商店にも米がなく、後で判明したことですが、秀吉が先に近隣の米を高値で買い占めていたのです。豊臣軍は鳥取城に攻め込み、城内の食料を減らすため、近隣の住民も城へと追い込まれました。秀吉は城を完全に包囲するために周囲に築城しました。城内には2000人以上の人が籠城しており、飢えによる餓死者が急速に増えていきました。逃げようとする者は豊臣軍に捕まりました。城内では食料が尽き、馬や雑草まで食べ尽くされ、餓死者が相次ぎました。吉川常家は状況に絶望し、城兵の命と引き換えに降伏し、自害しました。4勝で森城の戦い。伊達政宗は、芦名や岩木、二階堂といった勢力に囲まれた状況にありました。その時、大内貞綱は芦名家や佐竹家に従属しながら生き残っていましたが、将来的には伊達家に仕えたいと政宗に申し出ました。政宗は喜び、彼に屋敷を与えました。しかし、貞綱は突然姿を消してしまいました。政宗は状況を不思議に思い、使者を派遣して彼の所在を確認しました。すると、貞綱は伊達家には従うつもりはないと宣言し、芦名家と通じていることを明らかにしました。政宗は激怒し、大軍を動員して大内領に侵攻しました。小手森城は迅速に包囲され、降伏を申し出ましたが、政宗の怒りは収まることはありませんでした。
城内の兵士や女性、子供までもが切り殺されてしまったのです。5. 豊臣秀吉最後の戦い、九戸城の戦い。豊臣秀吉が全国統一を目前に控えた時、九戸城の戦いが勃発しました。九戸城の城主である九戸正実は南部家の一族であり、青森県周辺で力を持っていました。南部家は南部春政の時代に最盛期を迎えましたが、春政の死後、内紛が起こっていました。正実は弟の実親を後継者にしようとしましたが、南部信直が選ばれてしまいました。信直は小田原征伐後、豊臣秀吉に従って参陣し、南部家の指導者として認められました。正実はこの状況に不満を抱き、ついに信直に対して反乱を起こしました。正実は剛戦の兵を集め、周囲の城を攻撃し始めました。彼の武勇により、信直側は苦境に立たされました。そこで信直は秀吉に援軍を要請し、豊臣秀次を総大将とする奥州仕置き軍が派遣されました。豊臣軍は次と城を攻略し、最終的には6万人の大軍で九戸城を包囲しました。しかし、九戸城は崖の上に位置しており、なかなか陥落しませんでした。そのため、豊臣方と九戸方は和睦の条件として開城を提案しました。正実は自身が豊臣軍と互角に戦えたことに満足し、これを受け入れて城から出てきました。しかしこれは罠でした。正実は直ちに捕らえられ、九戸城内にいた者たちは次と殺されてしまいました。今回紹介の籠城戦の多くは豊臣秀吉によるものです。秀吉は自軍の損害を最小限にするために積極的に兵糧攻めを行ったことで、このような悲惨な籠城戦が生まれてしまったのでしょう。豊臣秀吉が暴君になってしまったのはどうしてなのか合わせて考察をしてみました。説1、燃え尽き症候群だった説。豊臣秀吉は、日本史上最も出世した人物と言っても過言ではありません。彼は農家の子として生まれ、家を離れて織田信長に仕えました。彼の卓越したコミュニケーション能力により次々と昇進し、最終的には天下統一を達成しました。しかし、天下統一の達成により、新たな目標がなくなり、生きがいを失ったのかもしれません。秀吉はこの空白を埋めるために、朝鮮出兵という新たな目的を掲げました。しかし、この政策は失敗に終わりました。そのため、彼は野心家の暴君として批判されることもあります。説に、頼りにしていた弟の死。豊臣秀吉は、百姓の出身であり、頼りになる不代の家臣を持っていなかったため、いつ裏切られてしまうかという不安を抱えていたでしょう。そんな中、彼の支えとなったのが身の弟である豊臣秀長でした。秀長は諸大名と秀吉の仲介役を務め、双方から信頼されていた武将でした。諸大名からすれば、秀吉との関係をスムーズに調整してくれる弟であり、秀吉からすれば率直な意見を述べてくれる存在でした。しかし、小田原征伐の直後に秀吉の弟である秀長が亡くなり、秀吉の過酷な一面が顕著になったと言われています。また、秀吉と秀長は九州征伐の時から不和だったという説もあり、彼らの関係はあまり親密ではなかったという意見もあります。説3、子ができない。豊臣秀吉は天下統一を達成しましたが、後継者の問題に直面しました。彼は多くの側室を持ちましたが、子供に恵まれることはありませんでした。秀吉が52歳の時、やっと鶴松という待望の子が生まれましたが、早くも亡くなってしまいました。この喜びもつかの間、秀吉の性格が変わるのも理解できるでしょう。そして、二人目の子として豊臣秀頼が生まれると、秀吉は彼を後継者にする方法に全力を注ぐようになりました。これが彼の人生の目標となり、秀頼への過度な溺愛が周囲の批判を招くようになりました。説4、歳をとって頑固になった。人は歳を重ねると頑固になりがちです。同様に、天下人である豊臣秀吉も歳を取るにつれて、おおらかな性格から頑固な人物に変わっていったのかもしれません。また、秀吉は天下統一を達成しました。自身が成功を収めたことから、自分の意見や行動が正しいという確信を強く持ちがちです。さらに、天下人となると、誰も彼を注意することはできなくなります。
この状況によって秀吉の行動に制約をかけることができなくなったのかもしれません。接後、秀吉の本性が現れた。豊臣秀吉は百姓出身から天下人への出世を果たしました。この過程では織田信長を含むような人への配慮が必要でした。しかし天下人になると好感度を高めるための気遣いは不要となります。現代社会でも出世した途端に傲慢で横柄な態度を取る人は少なくありません。つまり秀吉は出世のために明るく協調性のある振る舞いをする必要があったのでしょう。一方で秀吉は天下人になる前から残虐な行為が見受けられます。例えば三木合戦や鳥取城攻めのような徹底的な兵糧攻めは秀吉の性格に起因している可能性があります。いかがでしたでしょうか。この動画が面白かった、ためになったと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。